はいどうも、うちの水井です。ベルです。コマです。はい、今回も早速やっていくんですけど、はい、本当は今回の動画ね、夏にあげたかったんですよ。うん。もう夏も終わったということで、秋入りましたね。秋入れるんですけど、はい、まあ、どうしてもね、やりたかったんですよね。うん、というのも今回視聴者さんから2年前にリクエストでいただいた内容なんですよね。そう遅くなって。そう、もぐもぐパスタさん遅れてすいませんでした。でね、どんなテーマかと言いますと、塩にまつわる真実です。今回ね、2年間僕ら温めてきたわけですよ。だから前後編に分けてね、紹介していきたいと思います。この塩についてね、めちゃくちゃ深く調べました。そしたらいろんな闇にもつながったりしてたんだよね。そしてね、この塩の動画を前後編見た人は絶対にね、食生活に対する意識が変わります。本当に俺めちゃくちゃ変わったもん、自分の体にとってめちゃくちゃ大事な話なんで、ぜひね、最後までご覧ください。まず、人間の体にとって塩はとても重要な役割を担っています。塩は人間の体の中でナトリウムイオンと塩化物イオンに分かれて存在しています。人間の体の細胞は細胞外液という液に囲まれており、塩はこの細胞外液に多く含まれています。塩が細胞外液の量を維持しており、これにより全身の細胞に酸素や栄養分が運ばれ、また細胞でできた二酸化炭素や老廃物が肺や腎臓に運ばれて排出されます。塩は細胞外液の濃度を維持し、細胞が正常に働くのを助けているのです。他にも神経細胞の伝達にとって欠かせないのと、栄養の吸収や消化を助けたりしています。もしも体の塩分が足りなくなると、血圧の低下、立ちくらみ、倦怠感、精神不安定、眠気、脱力感など様々な脱水症状が現れてしまいます。まあ、なので、ね、塩はね、体にとってとても大事なんで、皆さん取りましょうよっていうのがね、簡単な今回の動画の話だったんですけど、こんな話じゃみんな全然見たくないと思うんだよ、ね、知ってるわみたいな、教科書みたいなね。暑いし夏だから塩分めっちゃ取ってるわって思うじゃないですか。そうね、本当に大事なのはここからです。まあ夏だからさ、みんな塩を取る人は結構多いかと思うんですよね、でも冬だったり他の季節ってあんま意識して取らなくないですか。そうですね、やっぱ発汗しない分ね、食べ物とか脂っこいものとか食べたりしますよね。取らないでしょ、うん、だから普段から塩をこまめに取ってますっていう友達とかあんまいないと思うんだよね。ちょっと出かけてくるわーって塩を飲んで、ちょっと改札で切符買うときに塩飲んでみたいな、居酒屋の前でお酒飲む前に塩飲むみたいな、いないと思うんですよ、こまめにね、塩を取ってる人は。むしろさ、日本ってさ、減塩の風潮ないですか。そうですね、減塩はめちゃくちゃありますよね。例えばさ、顔がむくむくから塩取りたくないっていう人もいるじゃん。で、僕高血圧なんですよ、だから塩取れませんみたいな人もいるわけじゃん。そうね、だから世の中にある商品ってさ、醤油とかもめちゃくちゃ減塩だったりするじゃないですか。実はこれが嘘だったっていう話を今回ねします。世の中の減塩の風潮っていうのは実は罠だったんですよね。そう、心理学でいうハロー効果です。我々は特に何も考えずに気に入った商品を買いますが、企業は商品を売るためにありとあらゆるマーケティング戦略を立てています。消費者心理や購買心理学、我々がいかにして物を買うかを追求しています。例えば最近で言うと、生ってつく商品多くないですか。コンビニのパンで言えば、2018年まで生がつく商品は50件だったのにもかかわらず、2023年には倍の100件近くまで増えています。生だと新鮮に感じるからいいという人間の心理をついていて、生〇〇ってつければ売れるということからこんなに普及されていました。さらにね、こんなものまで生がついてんだよね。これ見て、ペプシ、はい、生コーラ、何これみたいな。出来たてのコーラなわけないよね。そりゃそうですね、普通に不思議な、生を つける条件とか世の中にはないから、だから何でも生をつければ売れるみたいな流れが来てるから、めっちゃ乗ってんだよね。まあね、話を本題に戻しますと、減塩という言葉も一時期から流行りだして、減塩にすれば売れるという風潮がありました。減塩の醤油とか、減塩ナンパーカットのマヨネーズとかポテチとか、何も知らない消費者はなんか減塩の方がヘルシーに感じたり健康に感じたりするんですよね。
実際に今減塩って聞いて、あ、ちょっとヘルシーかも、健康にいいかもって思ったそこのお前、私ですか、こういうやつがカモなんですよね。はい、で最後に高血圧に減塩は嘘だったっていう話をしますね。そもそも減塩の風潮ができたのは東北地方の人に高血圧が多いことが理由だと言われています。というのも東北地方には漬物や塩鮭をたくさん食べる習慣があり、だから高血圧で亡くなる人が日本で一番多いんだと言われていました。確かに東北地方に高血圧で亡くなる人は多いのは事実ですが、必ずしも突出して多いわけではありません。なぜなら一番多いのは東京大阪だからです。こちらの表を見てわかる通り、東北地方はトップ10にすら入っていません。むしろ表を見てわかる通り、まあ、中の上ぐらいですよね、うん、そして序盤で言った通り、塩にはナトリウムが含まれていて細胞外液を維持する役割があるので、塩分の摂りすぎで体内に保持される水分量は増え、結果として血流量も増えて血管が受ける圧力が大きくなり高血圧になります。ここまでは事実ですが、東北地方の食生活と塩分の摂りすぎが高血圧につながるという2つのファクターには関係性はありません。実は塩分の摂りすぎによって高血圧になる人は高血圧患者の 1-2% に過ぎません。さらに高血圧患者のおよそ9割は原因の特定できない本体性高血圧と呼ばれているので、つまりこれ東北地方の話を出してきて、それがまあ塩っぽいものいっぱい食べてるよねっていう話だから高血圧なんだよってでっち上げた人がいるんだよね。でそいつらについては最後に話しますね。つまり何が言いたいのか、健康な人であれば体に不要な塩分は尿や汗とともに排出されます。排出機能がきちんとしている人なら減塩をする必要なんて全くないということです。むしろ塩分を減らすことで不健康で病気になってしまうのです。こんな感じで実は高血圧イコール塩の摂りすぎっていうのはまあ嘘だったっていう話だったんですよね。実質的には結びついてなかったっていう。でこれ案の定ね、最後にね爆弾発言をねしたいと思います。まあ東北地方の話をでっち上げたやつらがいると、まあ、先ほど言いましたよね。うちら誰やねんって思うんですけど、そもそも減塩の風潮が出てきたのって60年代のアメリカからなんですよね。そこから日本に入ってきて医療機関や行政などが減塩指導を始めてもう50年ぐらい経ちます。つまりどういうことか、これね減塩の風潮をメディアや国が広めちゃってる。そう、どこまで属国なんだよなっていう話なんですけど今でもさ減塩ってやってるわけじゃないですか、うんうん、で本当汚い流れができてて、減塩が始まった60年代のアメリカから日本に入ってきて70年代、まあ、国の中心だったりとか行政だったり、あの厚生労働省がやってたりするのよ。で本当これって汚い話じゃないですか。それもねお金をもらってやってるんですよ。でこれをねまあメディアがさ、まあ、報じて、まあ、減塩いいですよみたいな流れになるわけじゃないですか、うん、はいはい。そしたらそういった商品を出した方が儲かるわけじゃないですか、うんうん、で大手食品会社とかは減塩商品を作って、で広告会社が CM 打って、はい、で消費者買う、いいカモの流れになってるんだよね、うん、だから莫大な利権がこの裏には動いてたりするんですよね。もちろんね大手食品会社にもメディアにも出資してる人がまあいるんですよね、うん、組織がね、はい、うん、だその組織に対して、まあ、逆らって減塩は良くない、体には悪いって果たして言える人、コメンテーターが何人いると思う、このテレビ業界に。消されます、ね、ほとんどいないと思いますよ。そんなん言ったらさ、まあ、大手に潰されますよ。特に食品会社とかもう口が裂けても言えないですよね。その人の会社の商品売れなくなっちゃいますから。減塩されてから50年、日本人の塩の摂取量は大幅に減りました。しかし現実を見てください皆さん、日本人の高血圧症患者は増え続けており、現在なんと約4300万人、つまり3人に1人が高血圧なのです。これがね皆さん真実です。もうどういう意味かわかるでしょ、うん、カモでして私は。いやもうそういうことじゃないのよ。あの減塩っていう流れが来て、で高血圧は減塩した方がいいっていう流れが来て、うん、でみんな塩分量減ってきてんのに、うんうん、高血圧患者増えてんのよ。はいはいはい、そうだね、全く関係ないってこれ逆に証明されてるよね塩分じゃないね。そうだからね、この動画を見てくれた人から皆さんね塩をね取っていきましょう。そしてね次回の動画はですね、そんな塩を取るべきなんですけど、なんと世の中に出回ってる塩の
99% は偽物だったっていうね話をします。実はこの塩を取るっていうのは簡単な話ではなくて結構難しい話だったんだよね。ぜひね次回の動画も楽しみにお待ちください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。